とかくこの世は迷い道、あの街この人各駅停車、いつもかからにパラダイス、愛と無情はどこへ行く。ふるさとのそばなり忘れ物をしたというイーツーバイスタバーの候補戦略担当伊藤部長、リクレッシュ休暇をいただき遥か彼方の故郷を目指すのだが、さてさて今回の旅の舞台は、ほら、あ、なんじゃこいつら、なになになに、怖い怖い、お前ら誰やこれ、話してきた、何その女渡せライオンやろう、いやそんなこと言われてもそんなチャットで、ちょっとやだー、じゃあ怖い、あー怖い、あー怖い、危ないで、ちょっと伊藤部長助けてくださいよ、百獣の王なんでしょ、いやそう言われても、いや怪我すんの嫌やし、ちょっと、うん、待ってください、嫌やもん、いいのいい、こらやばいやばいやばいで、これ私ってモテすぎる、やばいでこれ、待て待て待て、この世界で悪さするやつは俺が許せへんで、うわー、なんやびっくりしたな、あーこれ俺言うとかな、すいませんね、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、いえいえいえ、どうもどうも、ただね、いやいや、あのこの、まあ、時代劇とマッチしない派手なその衣装、ほんでまた肩からギターですかあんたね、これ、はいはい、あんた一体誰なんです、申し遅れました、私畑キットことシャランキューの畑と申します、あそういうこと、どうもどうも、うわーこれ驚いたな、いや私はもともとこのきっかけ、このセカンドライフにね入った、うん、はいはいはい、それ何がきっかけで、まあ、友達が少ないから、今ポロッと言ってしもたね、そうそうそう、あの実際上セカンドライフ以外では友達少ないの、はい、ものすごい少ないです、やだ、あら、いや畑さんね、はいはい、今ちょっと思いついたんやけど、うん、ミュージシャンですから、はい、ね、ちさちゃんの歌のセンス、これちょっと聞いてみてもらえないかな、ちょっと待ってください、ぜひぜひ喜んで、本当ですか、聞いてもらえる、私さくらんぼ、終わっちゃったちょっと最後だけはおかしいでしょ、畑さんこんなんでどう、聞いてみてちさちゃんのこの歌声センス、あんのかなこれ、最高、さあガオーガオーガオー百獣の王ガオーガオー大好きなとかくこの世は迷い道、あの街